お見事、鮮やかなお手前でございます、団長殿。これはみんなで張り切っちゃいました。いただきます。今日はごちそうだね。すごいな。あのね、団長さんたちが一緒だったから遠くまで狩りに行けたんだって。ありがとうございます。皆さん、村の者を救ってもらったばかりか、食料の調達まで。俺はうまい飯が食えてお釣りが来たと思ってるぜ。何よりこうして村の方々の笑顔が見られて良好にございまする。それにクリスさんの依頼は村を助けてほしいっていうものでしたし、大丈夫です。ねえねえ、お姉さんはどんな冒険者？どうやって戦うの？俺か？このげんこつでアビセアンをガツンだ。こっちのお姉さんの服なんだか不思議。ああ、いけませぬ。羽織を強く引っ張っては。こらこら、皆さんを困らせないように。あ、なんでもないんです。空の色、夜になっても不思議な色だなって思って。この島の空は、ずっと昔からこんな色をしているみたいで。この島は、一体どこなんでしょう？みんな、ファータグランデ空域なんて、聞いたこともないって言ってました。悪空戦争の後の歴史も、全然違ってて。なんだか、私たちまで別の世界に来たみたい。え？私たちが今いるのは、本当に別の世界かもしれないんですか？
それで女の子と猫ちゃんの力で目が覚めたんですか？不思議なことばっかりですね。もしかしたら私の夢にも来てくれたり？だってお礼が言いたいです。もし今夜の夢にその子たちが出てきたら、私のお礼も伝えてくださいね。お願いしますね。それじゃあ、今日はおやすみなさい。また来たの？これは驚いたわね。あ、ほんとだ。いらっしゃい、団長さん。こんなに早く会えるなんて思わなかったわよ。それで、どうしてまたこの世界に来ちゃったのかしら？また禁断の口に飲まれたの？嘘でしょ？プリッシュとイルハも向こうにいるの？二人とも私の大切な人なのよ。だから仲良くしてくれると嬉しいわ。いやー、だけどそれだけにこれはちょっとまずいことが起きてるかも。どうもあなたたちの世界と私たちの世界のつながりが強くなってるみたいなの。ヴァナディールとアビセア、それからこの夢の世界と空の世界の間で随分と人が行き来してるみたいですわよね。きっとこのまま放っておくと世界同士のつながりがどんどん強くなっていく。そのうち人だけじゃなくて世界そのものがごちゃ混ぜになってもおかしくない気がするの。そんなのごめんこうむりたいわね。ただでさえややこしい情勢がしっちゃかめっちゃかになっちゃうわ。ごめんなさい団長さん、今は自分のことで精一杯だと思うけど、私たちにも力を貸してくれない？あーたに丸投げなんてしないわ。準備ができ次第私たちも行って力になるから安心して。もちろん私たちも自分の目で確かめなくちゃ。その島で何が起きているのか。世界にいびつなつながりができたのはきっとディエラ島に原因があるはず。これ以上異変が起きる前に止めないと。いや、そんな二つ返事で受けちゃうの？あた、ルリアちゃんを助ける手伝いをしたお礼？あたくしたちはあなたを起こしただけよ。ずいぶん義理がたいのね。
ありがとう。私はリリゼット、改めてよろしくね、団長さん。私の名前はケットシー。何でも力になるから言ってちょうだいね。アラン、早速何か頼み事？言ってごらんなさい。わかったわ。とはいえ、どうやって調べたものかしらね。世界同士のつながりをこれ以上広げないように隙間から覗き見るとか？にゃーん、やってできないことはないと思うけど、こうかしら。あれ？ねえ、ケットシー、これって。向こうの様子がやけにはっきり見えるわね。これ、あなたの世界で合ってる？私たちが思ってたより世界がつながっていくのが早いってことかしら。というよりこれは誰かがちゃんとした方法で接続してるような。それよ、禁断の口がまだ開きっぱなしになってるんだわ。つまりここで眺めてるより手っ取り早く仲間の様子が分かりそうね。ごめん団長さん、すぐ準備に取り掛かるから先に戻ってて。それじゃあディエラ島にご案内するわ。いろいろと用事が終わるまでよろしくやっててちょうだい。じゃあまたね。